ますよ。待ってください。して。でかいでかい。でかいでかい。ランさんでかい。ランさんでかいですよ。ラントのこのラジオ知らんと、時刻は13時を回りました。ラントのこのラジオ知らんとの時間です。MC は愛知県在住 FM 宜野湾リスナー。今日はお団子を言って水色のカラーコンタクトをしているラントです。皆さん、先週は体調不良で番組をお休みして申し訳ありませんでした。今日もやっていきます。そして私のお相手はこの方です。はい、天に願うと書きまして、天眼ことあきらです。よろしくお願いします。お願いしまこす。の番組は宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾の FM 宜野湾海の見える素敵なスタジオと愛知県をズームで結んで配信をしています。この後1時半まで放送します。皆さん最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、はおい、願アいキしラさん、おま久す。しはい。ぶりです。お久しぶりです、ラントさん。本当元に。気でしたか？いやー、もう本当に元気なんですけど、沖縄は大変なことになっておりました。い、愛知県もですね、なんとですね、うん。台風、今度7号がはい。今来ているんですけど、ちょっと週明け、愛知がちょっと台風に今度はぶつかるかなという状態なんですが、週明け、ちょっと愛知の方は大変かもしれません。はい。ですが、こが、の放送は、沖縄は台風ではないので、普通に配信をしますので、皆さん、ご安心ください。はい。それでは、今週も番組をやっていきたいと思います。よろはしい、くお願いします。お願いいたします。この番組では皆様からのメッセージ、そしてリクエスト曲を募集しています。メールアドレスは lanto.radio@gmail.com。この番組専用のメールアドレスとなっております。またこの放送は YouTube でも配信の方をしています。FM 宜野湾のホームページから YouTube をご覧いただけますので、皆さん見た後は必ず FM 宜野湾を登録して、高評価の方よろしくお願いします。そして、この放送は、サイマル放送でも、全国どこからでもお聞きいただくことができます。リスラジ、または、マイチューナーラジオをスマートフォンにダウンロードし、どちらでもいいので、皆さん好きな方でお聞きください。それでは、ここで一曲お届けします。私の大好きな沖縄のグループ、HY。AM11 時。
沈んだ。お届けした曲は HY の AM11 時でした。続いてはこのコーナー参りましょう。ラントーク。はい、ラントークはですね、先週本当はやるはずでした、あなたの好きな小説は何ですかというテーマ、今週はお届けしたいと思います。ちょっとですね、先週は放送を一回自分がお休みしてしまったのと、先々週は、直訓を送り出すための直訓特番をやったので、はい、今週にしまいました。はい。では、メールが届いてますので、メールを紹介していきたいと思います。ランタさん、滑り知らずのアッキーラさん、こんにちは。ラジオネーム、名古屋のダンサーズでございます。小説はあまり読まないのですが、今日、にの作家がいます。岐阜県出身の作家である池井戸潤さんですかね。あの半沢直樹の原作である俺たちバブル入校組や下町ロケットはめちゃめちゃ面白かったですね。テレビも毎週見ていました。皆様は池井戸潤さんをご存知でしょうか。明さん知ってますか。大変申し訳ないでございますが、あまりよく知ってません。私はですね、半沢直樹が大好きだった、あの、堺正人さんがやってた、はい、あの、倍返しが、はい、ちょうどこの半沢直樹ですね。うん、あと、まあ、下ポケットはドラマもやってたので、私も池井戸潤さんが大好きで、よく見てました。今だったら TVer とかでもまだ見れるんではないかなと思います。ちなみにどんな役でしたっけ、ランドさん。堺雅人さんは主人公の、はい、あの、なんか左遷させられちゃうやつ。ね。そうそう。でしたね。で、ね、いろんな裏のね、その闇な部分があって、それに負けないとね、頑張って、なんか不条理な左遷のさせられ方とかでしたよね、半沢さんは。はい、そうですね、周りはすごい強烈的な個性の人たちばっかりで、ね、組織とは何ぞやみたいなね。そうですね。わあ、なるほど、あれか、ちょっとずつ思い出してきました。はい、また、うん、なので私池井戸潤さんは知ってたんですけど、名前は知ってたんですけど、はい、出身が岐阜って知らなかったので。そうなんですか。お、はい、初めて今、うん、名古屋のダンサーズさんの、あのメールを読んで、岐阜っていうことを初めて知りました。はい。名古屋のダンサーズさん、結構物知りですね、いろいろと。物知りなんですよ。ね。実際、私も名古屋のダンサーズさんにお会いすることがあって、お会いしたんですよ、実は。なんすか、その、シークレット的な、マジっすか。名古屋のダンサーズさんとマサニコミスキーさんにお会いすることがあって、はい、それこそオフ会じゃないですか。オフ会というか、私が住んでる愛知県東海市と沖縄市が姉妹都市の提携が結んでいて毎年夏の時期に沖縄フェスティバルっていうフェスティバルを毎年地元でやっていて、はい、それで、なんか7月の2日、先月あったんですけど、その時に、なんかあの、みそにこみすきーさんと、あのダンサーズさんのちょっとお知り合いの方が出てらっしゃって、それを見に来た時に、たまたまお会いすることがあったんですけど、はい。じゃあイベントで一緒だったってことですね。
そうです。なうん。ので、ちょっと顔はおふと、あの、存じてます。はい。そんなですね、あきらさんに。はい。旧名古屋さんがですね、なんはい。と、もうすぐ200回、放送はあ。200回を迎えるそうなんです。なんとおめでとうございます。すごはいい。ね。うん。来週200回の特番もやるそうなので、皆おお。さん、どしどしメね。ールを送ってあげてください。ひえ、だって、ね、拡大1時間スペシャルで、僕らも参加させてもらったことがありましたので、はい。そう、本当に彼らのその旧名古屋さんっていう存在がなければ、ラジオもここまでやってなかったと思います、僕らは。はい。はい、先に、ちょっくんがそちらに行って番組自体は終わりましたが。はい、ちょっくね。んさんは、はい、そうですね。今めっちゃ近いっすね、ランタさん。そうですね。ね。年総礼しました、この前。しました？は会ってはいないんですが、いはい。LINE、DM で。逆面総礼ですね。逆面総礼しました。それこそ、その姉妹、ね、沖縄市と姉妹都市っていうか、あれ、提携しているので、なんかそういうイベントとかでまた一緒にできたらいいでそうすでよね。すね。ね。ちなみに、去年、おととし、あれ、去年は、ミラクルシティコザの上演があったので、地元でミラコザを見ました。うわ、素晴らしい。じゃあ、平監督とかも舞台挨拶とか来てました？は、来てはなかったんですあ、けそうど、なんです来られか。てはなかったんですけど、地元のラジオに出られたので、その、ラジオ番組の音声が放送されてました、会場で。じゃあ、やっぱ行ったんですね、じゃあ、平監督。はい。ちなねみにですね、平え。はい。監督、沖縄では、沖縄の、怖いやつ、ああ、そう、トはラウ連マれないて、と。あれ、今年は平監督が作られているみたいなので、そうですみんな、よ、ランテさん。見てください。はい、琉球トラウマないと。はい、なんとね、そうでうちの母ちゃんも出てるんですす。え、よ。そうなんですか？ そうなんでじす。ゃあ、皆さん、愛ですね、県外なので、トラウマナイトが見えないんですけど、沖縄県内の人は、見てあげてください。見てあげてください。はい。じじゃあ、ゃあ、次行きはいはまい、す。行きましょう。はい。しまったぞ。いいちょっとぞ。待大丈夫ってね。です。はい。はい。アッキーラさん、ラントさん、こんにちは。はい、こんにちは。沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。おー、大好き。今読んでいる途中ですが、勇者諸君という本です。勇者と呼ばれる怪物に立ち向かう若者たちの戦う姿を描いた物語です。話の内容もとにかく面白く夢中になっています。ということです。はい、私もちょっとこの本を知らないので、ちょっと読んでみたいと思っています。もう一度、なんか、ランドさん、題名聞いてもいいですか？勇者シンドロームって言うんですか？症候群。勇者症おお。候群。わかんないですけど、ちょっと、ええ。知らないので、ちょっと。大丈夫ですよ。沖縄大好きさん、またそんなマニアックなの読んでるんですね。ちなみにですね、私、ラントがおすすめする本は、こちらです。じゃん。一冊目は、鶴屋南北さんが書いています。はい。東海道四谷怪談です。これはですね、よく私も見る歌舞伎のああ。題材にもなる、お岩の亡霊。お岩さんね。が、で、米のことが出てくる本で、私もこれは読みました。しかしですね、しこかれなし。んと、原本なので、現代文で書かれていないんです。ちょっと、どういう結こ構と？どういう難こと？しい、台本みたいになってるので、普通の小説みたいに、例えば、岐阜の伊右衛門とか、台本みたいになっている本すで、ごい、小説じゃなくて台本風なんだ。はい、セリフボクさんの本です。
これとですね、あともう一つ、これはですね、表紙がちょっとアニメの表紙になっていて、国木田トッポさんの武蔵野という本で、これ、武蔵野だけじゃなくて、国木田トッポさんの、デビュー作、源おやじっていうのが、源おやじっていうのがあるんですけど、それを入れた18編が小説のこの本になっているんですね。で、この小説、これ国木田ドッポさんなんですけど、文豪ストレイドッグスというアニメがあって、そのアニメが文豪の人たちがいっぱい出てくるんですね。江戸川乱歩であったり、夏目漱石とか。で、その時のコラボ表紙になってるので、ちょっとアニメの、はい、それでこ表紙にのも。アニメが書かれているんですね、ランはい、さん。武そうで蔵す。これ野。も私4回ぐらいも読んじゃったので、皆さんにおすすめです。ちなみにこちらは角川文庫から出ていて、こっちは岩波文庫から出ているので、皆さんちょっと興味がある方は本屋さんで手に取ってもらうといいかもしれません。東海道四ツ谷怪談は、何でしたっけ？稲嶺文庫？岩波文庫あ、です。岩波文庫ね。はい。で、で、こっちが角川文庫です。武蔵野の方が角川文庫ですね。はい。よろしくお願いします。もうランドさんにいろんな書籍来るんじゃない？なんか紹介してくれるかはい。そうら。でね。す。まだ、私のお部屋の後ろの棚には小説とか、あと、ウォーリーを探せが大好きなので、ウォーリーを探せがいっぱいあります。ランさん、だいぶ変わりましたね、小説から。はい。私は、今履いてるお気に入りね。の靴が、ウォーリーを探せなんです。え、靴？はい。靴が、ウォーリーの周年記念で、スニーカーってこと？スニーカーというか、スリッポ。スリッポ。バンズっていうメーカーがあるんですけど、あれが、ウォーリーの周年記念でコラボをして、え、めっちゃかわいい。本を見ると、なんか、すごい人がいるじゃないですか。ウォーリーをこの中から探せみたい探せ。な。人がいっぱい靴の中にいて、ウォーリーはいないんですけど、そういう靴があったんで、ちょっと買っちゃいました。はい。まだもしかしているかもしれないですか、ウォーリーは。いるか、ちょっと探してみます。ですね。はい。じゃあ、なので、皆さん、小説読んだら、もしいいのがあったら、ランドに教えてください。分かりました。僕も探しておきます。ありちながみとうごに、ざいまどんな系でも読みます？ラントさん。例えば、その、あの、僕は怪人二十面相とかそういった、なんだろう。推理小説が好きなんですよ。す。もう何でも読みます。推何で理も読み小ます？説、文豪の作品、あと外国の文豪の作お、品とか。恋愛も。恋愛は嫌いです。聞いててよかったです。恋愛は嫌いです。はい。了よ解ろししまく。した。はい。じゃあ、来週のメッセージテーマを決めたいと思いお、まここす。で発表しちゃいますか？はい。どうぞ。あなたの好きなテーマパークは何ですか？あなたの好きなテーマパーク。はい。例えば名古屋にはどういったテーマパークありますか？レゴの、ブロックのレゴのレゴランド。お、レゴランドが。え、これははちい。なみに、どちらの市とかわかります？ランドさん。名古屋市港区です。名古屋市港区にレゴランドがある、そのテーマパークですはい。ね。はい。私も実際にレゴ好きで行きました。しかし、レゴは子供がいるとちょっと楽しめるところです。ほほほほ。いや、そのテーマパーク、ランドさんのおすすめですね。はい。あとは、愛知県じゃないんですけど、隣の三重県に、長島スパーランドという遊園地があります。長島スパーランド。スパーランドっていうから、なんかちょっと、ね。はい。長島温泉っていう温泉があるんです。温はい。泉か。で、スパね。今の時期は、ジャンボ海水プールっていう大きいプールがあって、
混んでたりとか、あとはアウトレットもあるので一日楽しめます。いや、いいっすね、ラントさん。夏には、まあ、温泉ね、そういう施設なんだけど、夏にはプールで開放してるということで。わあ、めちゃめちゃ楽しそとはアンパンマン子供ミュージアムもあります。う。お、それはどちらですか？それも長島スパーランドの敷地にあります。名そう古なんです。屋名古屋。子供ミュージアムっていうアンパンマンのテーマパークもあります。そうなんですね。いや、めっちゃアンパンマンテーマパーク。そうです。あちとなみに、はいろ行きいました。ろ、アンパンマン子供ミュージアムは行かないんですけど、長島スパーランドは、夏になると花火もやるので、はい、花火を見に行ったりとか、そうすると遊園地が、10時まで延お。長するんで、遊びに行っええー。たり。めちゃめちゃいいっすね。なので、愛知に来た際は皆さん、いろんなところに遊びに行けれる。次回、結構まだいっぱいあるので、テーマパークが、名古屋、愛知は、皆さんに次回ご紹介したいと思いまああ、いいす。ですね。まあ、好きなね、テーマパーク。なんで好きなのかっていうところまで、なんか、いただけたら、行きたくなりますよね。いやー、よろ楽ししく。みっすね。よろしくお願いします。沖縄はそんなテーマパークっていうテーマパークないんですが、ラントさん。商業施設自体がね、あんまりなくて。もう、日本言うな、の美ら海水族館、東南植物楽園。東南植物楽園か。そっか。確かに。おー、全然行ってないですね、僕。小学校の遠足以来行ってないです。だいぶ変わったかもしれないな。ランさん行きました？ない。東南植物楽園行ってないですか？でもね、なんか、そのイルミネーション、それこそ12月とかなると、その東南植物楽園は実はなんだろうな、世界規模でも、日本でもトップ3に入るぐらい、すごい規模で、イルミネーション、ライトアップしてます。はい、行ってみたいと思います。行くなら、冬ですね。冬に行ったら、沖縄行ったら行きたいと思いぜまひ、す。なので、台風のない冬でお願いします。はい、皆さんの大好きなテーマパークを教えてください。以上、ラントークのコーナーでした。さあ、ここで、いよいよ、早いもんで、エンディングでございます。ランはトい。さん。今週も皆さん、ありがとうございました。来週は、あ、そうだ、ちょっと私も、愛知、お出かけしたときにですね、ちょっと懐かしいものを見つけました。お、何です懐かか？しいというか、カブトビールというビール工場が昔にあって、今ですね、明治と大正時代に作られていたビール工場なんですね。で、戦争の時に機銃調査を受けて、その傷跡が残っている赤レンガの建物が愛知県にあるんですけど、皆さんそこでですね、明治と大正の復刻したビールが作られているので、もしよかったら愛知に来た際は飲んでいただきたいなって思う。またラントさんのツイートもね、そこで載ってますので、写真とね。はい、そうですね。はい。ご覧ください。じゃあ、最後ですね。はい。はい。来週はですね、皆さん、8月の何した？待って、8月の、そ16、う。あのね、今週がもう13日なので、来週は20日。20日ね。はい、20日のまた日曜日に、皆さんにお会いしたいと思います。まだまだ暑い日と続きます。よろしくお願いします。また来週じよろしくおゃあ願皆いさしん、またねー。お疲れ様でした、ランタさん。ます。ありがとうございました、皆さん。
ラントさん、おつ。よいしょ、レコーディングを停止します。